ネバーセイネバー、考えるキックボクシングを推奨する TKIX チャンネルです。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと基礎をね、やりたいと思います。基本に戻ってね、右ストレートですね、やっていきたいと思いますので、頑張っていきましょう。はい、まずですね、大事なのは、構えるときですね、こちらの後ろのね、足の回転だと思います。回転ですね、回転、回転ですね。で、この回転をしたときに、そのね、こういうふうにね、体がついたまま回転してしまうとね、あの力がうまくね、前に伝わらないので、どちらかというと、かかとを上げるようなイメージで、膝を軽く曲げて前に出すようなイメージもつけながらね、膝を回してください。その場でこういう回すと、ちょっと前にね、膝が来るような感じで、膝をくっつける感じですね、前に。前の足にくっつけるような感じで膝を出てきますね。まあ、これはこういうふうにね、あの足を動かすことなんですね。動かさずに膝をこういうふうに前の方にくっつけるようなイメージをつけて回転します。で、こっちの足はしっかりと踏ん張ってください。この回転にね、負けないようにしっかりとここは土台を作っていきます。なので膝がね、回転に曲げてこういうふうに動かないようにしてください。そうすると回転のね、力がね、外に逃げてしまうので、ここはしっかりと内股に膝を内側に入れます、ね、膝をグッと内側に、ここよりも内側に入れておくですね。内側に入れて膝と膝をくっつけるような感じで、土台を作ります。それで膝をくっつけるような感じ。うん、まあこういう流れないようにしてね、しっかりと膝と膝をまあくっつけるような感じですかね。膝と膝をくっつけるようなイメージで回します、ね。その回転によって腰が回ってきます。ね、こう回転によって腰が回ってきて、構えたところから、ね、肩まで回ってくると。足から腰、腰から今度は腰の回転を使って手を使う、ね。まあ、最初は足からの回転を肩までね、うまく連動するようなイメージで、ね、順番にタタタタタッ、ね、下から腰から上、ね、そういう感じで、ね、一緒にプップッって動くんじゃなくて、下から上に回転が流れるようにね、意識してください、ね、はい。で、まあ、この腰の回転の時ですね、これ腰の回転の時に前の手も自分の方に引っ張る、これでね、回転のね、補助、ね、力をね、より、生み出すので、この引きもしっかりやりましょう、ね。で、引きも横へこういうふうに引いちゃうんですね。こういうの止まんないんで、ね、しっかりとこの引きも自分の胸でドン止める、止める、止める、もう止めた瞬間もインパクト、ね、なので、止める、しっかり止める、ね、体を使ったこういうインパクトになるので止めて、ね、これ横にならないように自分の体の前で止める、ね、だからこういうふうに正面にならないように体を回しながらもしっかりとここを止める。で、こっちがないように、ね、ここがない、ここです、ね、顎ですね、顎にしっかりとくっつけるようにですね。回転はね、よく言われてると思うんで、まあ、よりね、大事なところはこの後ろの足の回転の仕方ですよね。回転もまあかかとを上げて膝を少し前に出すような形に回転する、ね、あまりこういうふうにね、回転大きく足がこういうふうに回転するっていうよりも、膝をしっかりと内側に入れるってことを意識してください。で、前の足は、ね、逆にこっちを内側に入れる、ね、回転が始まったら内側にグッとね、まあ、こうクッてくっつける感じですね。クッてこういうイメージをちょっとつけてあげる、ね、それによってしっかりとこうね、壁ができるんで、ね、これは止まりますね。回転をしっかりと止めれます、ね。そしてこの回転に合わせて手の引きをしっかりする。肘が後ろに行かない、横に行かない、顔の前だからといって正面にならない、体を横にする、肩を前にする、ね、ポンね、はい。
であとは打つ時ですね、打つ時にそのフォームを意識しながら当たる瞬間に、インポイントをつけた時に手を握る、拳を握るですね。この時はもう軽くまずはね力を抜いてパーの状態、ギリギリまでパーの状態、力を抜いた状態、当たる瞬間にブッと力を握る。まずはね、そんな感じで当たる瞬間ギリギリで握るようなイメージをつけていきます。ギリギリで握る、ギリギリで握るですね。ね、ギリギリで。慣れてきたら握ったら、ね。はい。なので、細かいところね、回転というところでは、後ろの足の膝をちょっと前気味にする、かかとをしっかり上げて前気味に来るようにする、膝と膝をくっつけるようなイメージですね。で前の足は内股ね、しっかりと外に流れないようにする、ね、で腰の数に合わせて、前手の引き手ですね、引き手をしっかりとする。脇が横にならない、ね、横にならない、前になるようにする、ね、肩はしっかり回してもね、しかも手は前に来るようにしてくださいね。はい。で、当たる瞬間にね、拳を握るっていう感じですね。はい。そこがね、大事になってくると思いますので、ぜひ練習してみてください。はい。それではね、概要欄にもね、情報があります。いろいろと練習メニュー表とかね、オンラインレッスンとかもやってますんで、ぜひね、ご覧ください。あとは、チャンネル登録とね、高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。それではこれでね、終わりにしたいと思います。また次回よろしくお願いします。さよなら。